こんにちは、ルスリーの間です。前回の動画で実は無職になったという動画を出したんですけれども、実は本日派遣の事務の仕事が決まりまして、こちら雇用内ということで、短期間で1ヶ月半ぐらいなんですけれども、こちらの滋賀県の方で事務の仕事が決まったということで、とりあえず一安心ということで急遽動画を撮らせていただいております。今回ちょっと実はフーディーっていうスマホのアプリで動画を撮影しておりまして、それで美肌加工、小顔加工とかが あったんで、ちょっとやってみて、ちょっと今ちょっとウーバーイーツの配達の帰りで、あんまちょっと化粧がほとんど取れてて ちょっとひどい顔だったんで、ちょっとその美肌加工っていうのをやってみてるんですけども、なんか全然違う人も別人じゃないかっていうレベルになってて、面白いですね。なんか全然変わりますね。これはいろいろ 詐欺ができるような感じです。逆に今までなんかもう そのままアラフォーの顔、アラフォーっていうのはもう40代の中年女の顔をそのまま出しててよかったのかっていう レベルで、ちょっと今後はそうですね、いろいろこういったアプリで加工した方がいいんじゃないかなという感じになってますね。とりあえず今回は無事に派遣の仕事が決まったというご報告動画になります。あといろいろアプリで動画でも顔が動画編集できちゃうよっていうことの素晴らしさをお伝えしたくて、今回は動画にさせていただきました。しばらくずっとポスティングとかウーバー配達員とかでやってたんで、ちょっとそれが7月の中旬から仕事が始まりますので、それでしばらくは配達員生活ともお別れかなと、ちょっと名残惜しいような気もしますけれども、ポスティングの方が最初の契約が3ヶ月契約で、5月に契約したんですけど、8月末までは辞めちゃいけないっていうのがあって、それなんでちょっと事務の仕事が平日だっていつポスティングやるのかなっていう 結構大変なのでどうしようかなっていうのが今のところの悩みで、とりあえずポスティングの業者の方にちょっと相談してもらって、土曜日しかでき土日ぐらいしかできないですって、で量が調整されるならいいなっていう感じなんですけれども、今のところは悩みがそれぐらいで、ジムの仕事が決まって本当に嬉しいですね。やっぱりもうフリーランスっていうか、ポスティングとウーバー配達員などかなり収入が不安定になってしまうので、あとは ポイ活とかアンケートサイトでコツコツ、メルカリでいらないものを売るとか、あとはクラウドソーシングでデータ入力だとか、アンケート回答とか、ウェブライターみたいなことをやってたんですけど、本当に小銭、小学生のお小遣い以下のレベルぐらいしか稼げないので、本当、安定したお仕事を得るのは大事だなと、今回、改めて思いました。はい、ということで、前回なんか無職になったって動画を出したばっかりで、裏切ってしまって申し訳ないんですけれども、とりあえずは事務の仕事が、8月末まで決まったということで、すぐに東京に帰らなくてもいいっていうことになりましたので、その、報告動画になります。また何か面白いネタ、そうですね、ポスティングとかウーバー配達とかで いろいろ 学んだことがあるので、そういうのもネタに動画作っていけたらなと思います。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。